皆さんおはようございます。おはようございます。12月31日、はい、大晦日です。はい、なんかもう、まあ、お疲れですね。いや、さすがにね、はい、あとまだもうちょっとつっても、もうちょっとつっても、まあ、成人式終わるぐらいまではね。そうですね、はい、はい、まあね、年末年始、まあ、店長はお店がありますけど、僕も僕でなんか、はい、ほんとね、出事が多いですわ。ですね、なんか、あれですけどね、もうちょっと、まあ、ゆっくりではないですけど、そこまでは思ってなかったですけど、まあ、事務所にいてなんかいろいろ作業あるんやろうなと思ったら、意外と出てが多いですね。そう、出てが多くてね、後で冷静に考えてみたら俺15連勤よ。マジですか。あの負けてないですけどね、ちょうど半ばぐらいよね。はい、はい、そんな感じなんですけども、ね、はい、今日はですね、まあ、12月31日ということで、今日という日はね、大切な人たちと時間を過ごして夢を語ってください。で、まあ、この何日間でね、まあ、今年の振り返りと、やっぱり感謝が重要ですという話もさせていただきましたし、そして、まあ、まあ、12月31日という日を、ね、来年の話をして笑って過ごすことで、家の中にいる、ね、厄払いができますよと、締め飾りを飾ってる、飾れてない、いろんな状況の中でもね、これが一番重要ですというお話させていただきましたということですね。まあ、その中でやっぱり忘れちゃいけないアイテムがこれ、はい、マス、マス長野でね、あ、作ったやつなんですけど、まあ、来年がうさぎ年ってことで叶うって書いてるやつですけども、まあ、マスだったら、まあ、前にも言った通り、このマスでね、今年ね、できることならば、お酒が飲める方はお酒でも結構です。水でも大丈夫です、ね、あのコップをここに引いて、その上で溢れる、ね、それを飲みますっていうことで、はい、どっちもね、ますます繁盛、ますます繁栄っていうことを意味合いと、そして丸く収まりますっていう中に入れるコップを入れて、美味しいお酒も飲んでくださいねっていうことですね。はい、そんな感じで、まあ、このコップから溢れる水なのかお酒なのか、まあ、僕は日本酒、お酒を飲ませていただきますけども、ここから溢れるのは皆さんの感謝の気持ちです。今年を感謝の気持ちでちゃんと締めくくった上で、楽しく夢を語っていくことが、また来年につながっていきますよっていうこと、絶対に忘れないようにしてくださいっていうことが一つと、はい、もう一個あります、はい、31日といえば、31日といえば、うん、まあ、初夢っていう方がいらっしゃるんですけども、正確に言うと初夢はですね、1月1日の日に寝る、で2日の日の朝に見た夢で、まあ、判断するところがあるみたいです、はい、なので、まあ、正確にはね、元旦の日に寝て、2日の日に見た朝の夢が初夢になるんですが、まあ、去年もねお話ししてますけども、携帯の中調べた、そんそのやつまた今年も出してくれるかな。まあ、今回初めて見る方はね、あのあれかもしれませんけど、初夢枕神って検索してください。そうするとですね、初夢枕神って検索すると、七福神様が、はい、あの宝船に乗った船の写真が出てきます。これをね、枕の下に神として引くことで、去年はね、孫祖が多分今年も出してくれると思うけど、あのダウンロードできるやつをやってくれると思います、はい、それを出して、紙に印刷出すか、まあ、携帯を枕の下に引くっていうとちょっとあれですけども、まあ、紙に、引いて寝ることで良い初夢が見ることができるってことなんですけども、まあ、僕はね、まあ、年神様の正体っていうのはね、七福神だっていう話を聞いたことがあって、はい、昔先生にね。なので、まあ、言ってしまうと、年神様っていうのは基本は新しい建物、お店、家ができると、そこにはね1週間かけて、神様やってきますと、1日目の日にやってきた神様、そして2日目の日にやってくる神様、3日目の日にやってくる神様って聞いたのが一つ、なんでそんな順番違うのって聞いたら、一番最初の神様は手ぶらで来るからって、はい、2番目の神様は、ちょっとお土産を持ってくると、3番目の神様はもっとそのお土産が大きいと、そのお土産っていうのが幸福って言われてるものですと、はい、つまり一番大きなプレゼントを持ってきてくれる神様は最後の7番目の神様、はい、その神様が最終的に入るのがトイレって言われてて、まあ、トイレに入る、まあ、みんなできれば狭いし臭いし暗いしってことで入りたくないって言ってるところで、まあ、入っていくっていうことで、トイレ掃除を大切にしなさいって言われたのが一つのきっかけです。ただし年神様っていうものでもう一つの説としては、
七福神が12月31日の夜にみんなで、入れ替わっていくので、その時にやってくるっていう神様もいらっしゃいますっていうことも聞いたんですけども、まあ、その時もね、はい、聞いたことあるっけ、七福神の神様が結局その時も部屋に入っていくわけ、はい、同時にやってきた時もね、みんなわーって来るわけやん、はい、前は一人ずつ新しく家ができたりなんたりしてもねあったりするって言ったりするけど、七福神の神様が一斉にわって12月31日に入ってきても、あの話したっけ、いや一斉にはないですね、なんかこう順番に来られた時はまずリビングから そして寝室に、まあ、みたいな感じの、まあ、一応七福神の神様っていう中で女性の神様わかる、七福神7人の神様がいるこの中に1人だけ女性の神様がおるんよ、はい、弁財天様、この弁財天様はもうものすごく気性が実はあの荒い気性が激しくてっていうことで、はい、最も綺麗好きって言われて、だから他の6人の神様は弁財天様にビビってあのなかなかこう部屋を決められないと、一緒に来たらですか、そうで弁財天様は悩むわけよ、はい、あ寝室もいいわ、あリビングもいいねって、あ台所もいいかしらって言ってる間に弁財天様が悩んでるうちにもういいかっていう感じで他の神様が取っていくと、はい、で最終的にやっぱり残ったのがトイレって言って、なんで私がトイレなのっつって、それでももうしょうがないって言って怒って入って、一番綺麗好きで気性の激しい弁財天様がトイレに入ったからトイレを綺麗にしなさいっていう説もある。ああなるほど、うん、っていう話もあったりとかして、まあね、まあそういうことで枕、初夢枕神、枕神っていう風にして調べると、枕神かな、調べるとそういったものが出てきますので、きっとねいい夢が見れるんじゃないかなと、昨日も言った通り、昨日一昨日で言ったのかな、しっかりとね感謝っていうもの、その上で今年の幸せが何だったかなって、その上でまた来年ねどういう風な年にしていこうっていう思いを馳せて、寝る人に対してはきっとねいい夢が見れるんじゃないかなと思いますけどね、はい、まあ前にも言った通り僕はね中学生ぐらいやったかな、あのナスビと富士山の絵と、はい、鷹の写真を飾って枕のところ、欲張りですね、そう全てを見てやろうと思ってそれを置いて寝た日の夜に家のタンスから言ってましたね、はい、あの鎌を持ったおじさんが出てきて、あの家の中で追いかけ回されるっていう。でもその時、はい、なお恐ろしいのはそのおじさんがなんかね、わけのわからん能面みたいな仮面かぶって置いてる、怖いですね、なお怖いですね、怖いやろ、怖いです、まあ、よく書いちゃいけんなと思った、はい、だからまあね、一富士二鷹三なすびというのも全部意味があって、あれもまだ下にいっぱいあるんですよね、まあ、そんなのもあったりしますけども、素敵な夢を見た上で12月31日という日をまだね、皆さんが締めくくれたらと思いますし、まあ、僕もね今年店長的にはどうでしたか、今年の幸せって言われたらパッと思いつくもの、今年の幸せと学び答えてください、今年の学びは何でした、今年の幸せ、今年の学びはですね、具体的なことは言えないですけど、やっぱりあの何面さんの合宿に行ってからのあれか学びっていうんですかね、いろいろ気づかされたことが本当に大きくてですね、ああそれ言ったらあれですけど、ちょっと今日のもう超リアルな夢のこと語っていいですか、一瞬で終わるんですけど、あの何面さんに平手打ちされる夢見ましたトラウマになっとんやまだトラウマやあれは、いやいや、ね、幸せですか、うん、今年の幸せ、それ学びか、ま、何面さんに平手打ちされたのが学びやった、違う違う、あ、まあ、学びの多い合宿やったね、合宿やったって話です、ね、はいはいはい、幸せですか、うん、なんかこれっていう、なんか今パッとはやっぱ思いつかないですけど、この YouTube 活動を始めて、その今まだ声だけですけど、そのなんていうんですかね、いろんな方に知ってもらえ、そのお店だけじゃなくてですね、うんうん、そのこの YouTube ってことを通じて、なんかこういろんなこう見てくださる方が多くなってきてくれるのがすごいやっぱ嬉しいし、うん、やっぱこう幸せに感じますね、やっぱそういうところ、そうね、まあ、僕の学びはそうね、やっぱりたくさんとの人とのつながりの中で、もちろんねその全ての人たちの出会いに本当に感謝です、その上で、本当にね誰と大切な時間を過ごした上で深くつながっていくかっていうこと、その上で、そういった人たちとも新しく出会えたこともそうですし、まあ、娘が生まれたこともそう、今年はね、その上でとってもね貴重な時間を過ごしてもらって、何よりも健康で今年を終えることができるっていうところには、はい、本当に自分の体に対しても感謝ですね、まあ、学びと感謝一緒に行ってしまったの今、そうですね、うん、まあ、その学びがあり、そしてまあ感謝っていうものが
12月31日という日、感謝があふれる日になってくれたら皆さんきっとね来年もいい年になりますよっていうことなんですけども、ライブ配信はちょっと年明けてゆっくりそうね、ちょっと年明けて、ゆっくりやろうと思います。結構過去にやったことあるんかね。一回だけある気がします。30日か29日ぐらいにやったんかね。ちょっと年明けて僕いなかったですけど、年明けてやりましょうかね。はい、ちょっとくたくたで今日僕はねラストのあのズームのね、ちょっとがありますので、それまでしっかり締めて、終わろうと思いますので、はい、はい、そんな感じですかね。はい、よろしいですか。はい、ちょっと、シャキッと締めて、木村さんますね、ぜひとも使ってみてくださいってことです。さあ行こうか。はい、初夢枕神ね、ぜひぜひ今のうちに準備しておいてくださいねってことです。では行きます。今年最後のガッツポーズです。はい、まだまだ気合入れていくぞ。行きます。はい、では行きます。せーの、おっしゃー！ということで今日も元気よくいってらっしゃい。いきますか。